11月28日月曜日夜7時になりました。本日も池袋のニコニコ本社から生放送でお送りいたします、ニコラジ山田久志です。そうそう、アシスタントはこちら、うんこちゃんこと加藤純一です。よろしくお願いします。アシスタントはこちら、似顔絵を描きますセラミカルです。セラさん、相変わらずコメント多いね。いっぱいですね。ね、うんこちゃん、はい、衰え知らずだね。いや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 、頑張って書いてくれてますね。なんだってあれだからお前生放送やりすぎだよ。そうなんですよ、だからこうなっちゃうんじゃないか。山田さん、俺にちょっと喋らせてください。オープニングは噛んでるわ、声はガラガラだ。もう何なんだこれ、自己管理としてはもう最低じゃないか。失格ですよね。失格でほらみんな書いてあるじゃないか。またお前らもだからその三十何時間も付き合ったってことか。僕そうなんですよ、好きなんだな。36時間生放送しちゃいまして。見てたよ俺。そう、山田さんもね見てくれてて、ちょっとそう LINE 来て、いやあまりにもつまんねえ番組やってるからさ、もういい加減やめろよと思って、あんなもんいいから飲み行こうよって言ったんだけどさ、ちゃんと最後までやりたいって。そうなんですよ、俺の飲みの席を断って。いやだからね、あれは大したもんだと思った。あれやりきりたいんですよ。俺なんか軽く断ってくるかなと思ったら、はい、あ、断っちゃう、その飲み来るかなと思ったらちゃんとやりたいんですっつって、うん、はい、やっぱすごいな、完全にユーザーの犬になってる感じがな。あれはもう自分の意思でやり過ごしました、すごかったな。今日の朝8時までやってましたよ。当たりメダルだって。いや、よかったな、お前たちには本当にな、こうやってつなげてずっと番組続けてくれてる変な人がいて。よかったな。変な人ってなんすか、変な人じゃないですよ。変だよ、30何時間もやんの。やっぱおかしいですよね、ちょっとおかしいよ。もう頭ちょっとおかしくなっちゃってましたもん。何時までやんだと思ってたんだもん。だって俺もずっと見てもずっとやめないから、うん、はい、でなんだか全然ゲーム自体あんま面白くないじゃない。分かんないの、なんか。そうなんですよ。でもなんかランナーズハイみたいになってきて、すごいな。あれはもうちょっと特別な時間なんですよ、ね、いやでもよくやってたと思った。いやもうさすがだわ、さすがのうんこちゃんっていうだけあるね。かなり気合い入れてやってました、はい、昨日は。一方俺はもうほんとひどいんだ、もうずっと。なんとにかくうんこちゃんと放送すればするほど毎回なんか俺にツイッターにこう絡んでくるやつが。あら、今日はどんな絡みが。まあでもね、だいぶ減ってきた。あ、確かに。いよいよもうあの最後のもう本当にキーになりそうな、うん、核になりそうな何名か。生き残りが、この数名が。ただ気になるね。しぶといやつ、ね、いやだってどうせこれまた番組でいじるだろっていうことが分かって言ってきてるだろうから、いじるよもちろん。そう、いじんなくなったらまた書かなくなるから、ほら。そうでしょ、まあね、いじってほしくて言ってるんでしょ。そうですね、すごいんだよ、うん、とにかくね。あれが一番ケツだったな、この間。なんすか、なんすか。ね、人脈自慢ジジイっていうタグつけたやつ。もうね、もう大したもんだな。だからもうね、喋れないっすよね、そんなことだったらね。いや今日もね、スキマスイッチ来るんですけど、友達ですよ。お友達のスキマスイッチ来ますよ。得意げな顔が当たり前じゃないですか。今日だって川村隆一さんとゴルフしてますよ。ね、行ったみたいですね。ね、人脈自慢じじいですよ。どうもどうもこんばんは。いいな。なんなんだあの人脈自慢じじいは。正直ね、いや、うまいなと思って、もう嬉しくなっちゃってね。今日はってことを報告してるだけですもんね。いやだって、いや、うん、なんでかっていうと、俺多分人脈自慢っていうよりも、うん、それがあるからニコラジのレギュラーになったんだと思うよ多分。あ、そうだよ、ドアゴさんがどうしてこの枠作ってくれたかったら、きっと山田が出たらいろんな人も出てくれるかなとか、うんうん、当時ほらなかなか難しい時代もあったから。いや本当ですよね、考えられないですよね。こう有名な人とかいろんなアーティスト事務所の関係でニコニコはちょっとみたいな言ってる人、うん、そうですね、多かったと思う。あ、まあ、山田だったらみたいな感じで、俺そのために呼ばれてるから、ある意味人脈自慢って言ってもその通りなんだよ。だからお前らよくその答えが分かったなっていう。だから人脈カマキリってもうちょっと短くすんのやめろ。もうてか分かんねえだろ、人脈カマキリとか言ったら。分かんなくなってくるからやめろって。だから意味が分かんない、人じゃないしね、カマキリ。本当にね、いや、うん、そりゃ見事だったなと思ってね。そうですね。いや、あとね、面白い、うん、なんだっけな、この間ほらゲストを一組にしてね、はい、もう少しうんこちゃんと話をしようって言って木曜日、ね、言ったんだけど、はい、結果そのなんか俺が、うん、やっぱりそのうんこちゃんよりコメントを読んでなかったと、うん、お前はそんな人を減らしても結局そのコメントが読めないんだから、うん、何なんだお前置物かって言われたんだけど、うん、あの言っとくけど読めてるから、読めて見れてるけど読むに値しないんだ、うん、お前のコメントが。発言まではいかないっていうね。そういうことだ、うん、あともっと言うとね、やっぱりね、置物の良さは分かってないね。もうちょっとね、京都だとかやっぱ寺社仏閣行ってもらいたい。本当に千手観音だって大仏だって、あれ置物なんだよ。宮城の世界、ね、まあね、あの置物の良さがいかに分からない、うん、置物があるから見に行くんだよみんな。確かにバカだな。おっしゃる通りですよ。そうだろ、うん、黙ってたって俺が置物で置いてあるからみんな来てくれるんだから。もっと置物あがめなさい。全然分かってない。その切り返しパクロ俺。何言ってんだと思って、ちょっと喋れなくなったら置物置物言っても、今日もねだから喋んないよ。
あれ何ですか何ですか、スキマスイッチとの話聞きたいんだから喋んないよ。確かにね、そうっすよね。あんたうんこちゃんに任せるよ。俺っすか、俺ずっとスキマスイッチ見てる。置物っていう弾幕が来るまで、山田置物っていう弾幕が来たらちょっと喋りたい。もうちょっとやっぱコメント重視でいこうと思ってたな。そう、でもあの前回木曜日、うん、あの山田さんと堀さん、ゲストに堀さんが来て、うん、俺ちょっと気合い入れて、やっぱ芸人さんってわーってね、自分の世界持ってるしわーって喋れるから、うん、相当気合い入れてきたんですけど、うん、やっぱりね、なんていうんですかね、隙がない、なくてね、落ち込みました。ちょっといいのいいのあれで、はい、いやでもね、なんていうか、すがすがしい感じでした。そうだよ、ゲスト呼んでんだからゲストいっぱい喋ってもらった方がいいじゃない、うん、まあそうなんですけどね。いいんだって、その置物のコメントに怖がっちゃいけないんだって。もうドカンとやっぱいらないいらないいらない、ずっと見てなさい。今日も素敵な話してくれるから、スキマスイッチがだって今日見てごらん、これこれだけたくさん来てくれてんだよ、池袋に。あーすごい、別に俺らのクソ話聞きたいわけじゃないんですよ。そうなの、カマキリがあんなことなくてもボカンですよね。そうそうそう、ボカンですよ、ボカンしますもんね。しかも今再生率でうなずかれてちょっとショックだった。そうそうそうみたいな、早く出しなさいみたいな、ここで合図しちゃった。寒いだから早く出しなさい。分かってる分かってる、今出すから待っててちょうだい。たくさん来てくれて、ね、でも大丈夫かな、ほんとな、他の話もいっぱいしたかったんだけどな、ほんとだよ、もう大丈夫か、ほんと、はい、やったのか、やっぱりやったのか、やっぱりもう一回やっちゃったのか、あれは本当か、本当なのか、どうなんだ。あー、やめましょうやめましょう。あ、分かった分かった、大丈夫か、この番組盗聴されてないから大丈夫か。盗聴されてるも何も池袋で映ってるからね。確かにね、そうなの、じゃあ被害妄想じゃないんだな。うん、じゃあみんな思いっきり盗聴してください。行きましょう、今夜も。スキマスイッチが全力で新曲生紹介、夏を諦めたシークレットガイズがドキドキ生登場、第1452回ニコラジ月曜スタート。さあ今日もですね、嬉しいですね、一組目のゲストをお呼びしますよ。いや、はい、寒い中皆さんもね、お待ちかねでございます。行きましょう、キタースリマスイッチ。よかったよかった。あ、しかも花が届いてる、花が、花が届いてる、大先輩から届いてる。すごい、すげー、マジで、ありがとうございます。うわ、すげー、この花輪の名前読みづれ。マジかよ、大先輩、どんなラジオネームつけてんだよ、もう。まあまあ、でもすごいね、ありがたいですよね。いや、でもこれ本当なのかな、本当だったら ASKA さんから来てますね。ASKA さんからスキマスイッチに花輪届きました。ありがとうございます。これあれなんですよ、本当にユーザーが自分のポイントで、うん、そうなんですよ、送ってくれないと花輪ってのは届かないので、本当にあの貯めたポイントかお金に還元したものなのか分かりませんが、これスキマスイッチにぜひということで、ね、ありがとうございます。届いてそうですね、これ今ね、多分忙しい最中なんですけど、よく送ってくれましたよ ね、 ね、ありがとうございます。もう、もう完全にスキマスイッチが何とコメントしていたのやめなさいって。分かります、俺がだから目で言ってました、やめなさいって言ってますよね。いやでも届いてるからただベテランだからさすがやけどしないように一切何も笑顔だけで勉強になりました。ラジオ立っててね、笑顔だけで。そうですか、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつぶりでしょうかね、去年、ね、去年ぶりですかね。ちょっとね、せっかくなんで、うん、そのこちらに耳の形したバイノーラルマイクってなんですけど、はい、これでちょっともうちょっとこのマイク手元に持ってってもらって、でこれあの、結構ねウィスパーボイスも拾うんで、はい、左右でスキマスイッチに挟んでもらっていいですかね、これ。わし合わせだな。右左でね、ちょっといや、みんなヘッドホンした？せーの、いくよ、はい、お願いします。スキマスイッチですか？わかりました、お願いします。せーの、どうも、スキマスイッチです。おい、ベテラン、おい、いや、ここまでね、ここまで、ね、どうも、どうも、まあ、確かにもう最近しないからね、自己紹介とか。そうだよね、かわいいとこ見ちゃった。どうも、スキマスイッチです。ボーカルの社会です。現場の時田慎太郎です。お願いします。よろしくお願いします。挟まれた、挟まれちゃいましたね、挟まれた、これね。いやでもどうなんですか、これちょっと11月ももう終わりっていうことでね、うん、そうなんです、今年も、はい、駆け抜けた感ありましたか。そうですね、今年は早かった気はしますね。そうですか、はい、じゃあもう充実したってことですよね。 そうですね、うん、新曲は書いてないんですけどね、あれリリースしてないんですけど、なんかバタバタといろんなことやらせてもらって、はい、あの、まあ、1年
こう、まあ、まだありますけど総括して、うん、キーワード的にはリアレンジっていうのが、まあ、今年の一つのキーワードだったかなと思いますけど、うん、はい、今までのねそういったヒストリーも含めてということ で、 そうです、ね、ちょっとずつちょっとずつまた新たに聞いてもらえるねやっぱりユーザーもそうですから、うん、そうですね、はい、今日なんか特にねその話なんですよ。まずはそうですよね、びっくり。そしてスキマスイッチのお二人はそしてって今な何に今ですね何の接続し今あの忠実に台本を読んでしまいました。残念残念、ね、これちょっと大物が来るとその緊張するの残念。今バレました、わかる、はい、ちょ俺嫌われたくないなっていう感じがやめて、そのなんか横山みどりとも触りつけるのやめて。ね、そりゃされますよ。何言ってんのよ、スキマスイッチ台本はドンと言って。そしてですね、山田さん、そしてそのスキマスイッチのお二人はなんとあさって11月30日にニューシングル、うん、全力少年プロデュースドバイ奥田民生リリースされます、はい、でさらに大物。そうなんですよ、すごいですね、ちょっと、ね、あの名曲を民生さんに。そうですね、なんでですかこれ。いや、まあスキマスイッチずっとこう、まあ、13年デビューして13年ですけど、はい、セルフプロデュースで、はい、2人で作ってきたんですけど、はい、そんな中でもこう結構話をするのが、もし違う人がこう、うん、もう一人違う手が入ったら、うん、そのスキマスイッチの楽曲はどうなるのかなとかっていう話をするんですね、うん、で今までもそういう話よく出てたんですけどなかなかそういう機会がなくて、うん、で今年は、まあ、リアレンジっていうのが一つのキーワードで、ね、始まった1年だったので、はい、あ、じゃあ今年ちょっと誰かお願いしてみようかと。で、まあ、せっかくお願いするんだったら、うん、そのいわゆるそのなんていうんですかね、職業プロデューサーの方よりもアーティストの方に同じこうアーティスト目線でプロデュースしてもらえたらいいなということで、まあ、民生さんもセルフプロデュースされてる、はいはいはい、作品を聞いててそうなんじゃないかなと思ったので民生さんにオファーしまして、したら受けていただいて。もともとつながりあったんですか。もともと、まあ、もちろん面識はありましたけども、はい、そんなもう憧れの大先輩ですから、飲んだりとかじゃなかったんですね。そうですね、別に広島ファンとかでわけでもない。そうですね、僕らは、まあ、そどこのファンでもなかった。そうですね、まあ、そんなにわざわざ言うか。ただね、僕この曲だからね、この曲はいじらないと思ってた。あ、これだっていじったらもう全力じゃなくなるから。人にだって頼んだ、これ他力少年でしょこれ。他力少年じゃ、人にお願いしても全力なんですか。全力なんですかこれ。全力ですよ。やれたらですね、山田さん。いやいや、これ仲いい。今それだなと思った。今言ってみた。今それだなってちょっと見えましたよ。人脈自慢、人脈自慢。今見えました。あいつ人脈あるから言えたなみたいな。スキマスイッチも言えんのかよみたいなね。そう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 、さらにその隙間狙ったから。そうなの。いやでもすごい。え、奥田さんとはどういう感じですか。3人で会ってまずそういう話をするんですか。オファーをして、まあ、デモテープをまず民生さんが作ってくれて、なので最初に届いたデモではその全力少年を民生さんが歌ってくれてて、でもそれはもう民生さんの曲みたいでしたね。もうそうなってるもんなんですかこれ。すごかったですね。すごかったですね。それでそのデモテープ音源が届いて、でその下にメールで届いたんですけど、はい、これのもっとちゃんとしたやつですっていう言葉があるんですよ。それ送ってこい。それ送ってこいって言わなきゃ。タミオさんらしい。でもですからね、多分酒飲んでペット送ったんでしょ。お茶飲んでましたよ。すごいな。いや本当にでもここまでガラッと確かにっていう印象なんですけど、うん、はい、お二人もそう思われた。いや思いましたね、うん、もうイントロなかったですからね。びっくりしましたね。すごい当たったと思って、新鮮かつでも民生色満載という。すごい。何か言われたんですか、そのどうしてこういうアレンジにしたっていうこととかは。そういうことは一切言われなかったですけどね。そうですか、まあ、民生さんに好きなようにっていう、ややこしかったのを多分簡単にしたのかなっていう、こっちのそうです、ね、あくまで予想ですけどね。あ、まあ、でもそのね、オファーの方法が ね、はい、ね、もう結構そういう意味では他の全部取っ払ってもらって、メロディーと歌詞だけを残して、むしろ僕らがそのメロディーと歌詞をデモテープのように渡したら、民生さんがプロデューサーだったらどうしますかっていう。わあ、テンポも違いますし。そうか、だからこういうふうにそうかスローにもなってという、はい、そうですね、うん、全くガラッとと。そうですね、ちなみに演奏も民生さんの演奏で、ドラムもベースもギターも民生さんですね。そうなんだ。いやいや、もう釣りしかしてない人だと思ってました。できる釣りも今あんまりしてないって言われてますね。ゴルフがすごいみたいな。ただ飲んでるだけになってしまう。大丈夫でしょうか。本当に奥田民生さんが作ったんでしょうか。そこまで言うんですか。そこまで。いやいや、でも奥田さんはね、なんか大橋さんが何度も歌いたがるので途中でやめたっていうんです。このメッセージ。やめさせた。やめさせた。これどういうことですか。これはですね、まあ
2日間レコーディングして、はい、1日目にまあ OK をその伴奏を取ったんですね、はいはい、録音してその次の日が、ボーカルレックだったんですけど、はい、その受け取りの日に民生さんに事前にもあのボーカルのディレクションもしてくださいっていう話をしてたんですけど、そのまあ民生さんが大手だからちゃんとやってくれるかなっていう、ね、まあ念を押すために、まあ、僕らのパブリックイメージですよ、これやっぱ若干のやっぱあるわけでしょ。それでその受け取りの日に明日ボーカル取るときにディレクションもお願いしますっていうのを念押しして言おうと思って、うん、で勇気振り絞ってそう言ったんですよ、そしたら民生さんおいすおいすって言って、おいすおいす大丈夫かなで次の日ボーカル取りになって、で歌を取ろうっていうことで僕スタジオに、まあ、ブースに入って僕、うん、歌ってたんですね、はい、そしたら1回歌ったぐらいまで民生さんいたんですけど、はい、そこから民生さん出てっちゃって、で僕歌い続けてたんですけど民生さん全然帰ってこないんですよ、でなかなか帰ってこないなと思ってディレクションしてほしいのになと思って、ね、1時間ぐらいですかね、結構経ってから戻ってこられたんで、あ民生さんちょっとなんかあのディレクションお願いしますって言ったら、そお前それ何回歌ってる歌だと思ってるって言われてディレクションなんかないよって言ってそれでそのまあそっか、まあでも歌だからそれよりもそうだよ、それよりもいつまで歌っとんねんひどいなおい、もう歌いたいだけやろって言われたんですよ、すごい人だなっていうので、まあ、そこで、まあ、ボーカルもそうなんだ、もうやめろとやめろもういいともうできてるんだよね、感じだった、まあ、それだけの信頼をってことですよね、ある意味ね、そうだと思うんですけど、でも撮った歌もですね、結局民生さんに選んでもらいたかったんですけど、民生さんは慎太君にそうですね、僕に振りましたね、セレクトしてくれとやってくれって言われました、これはまた何か意味あったんでしょうかね、そのかもしれないですね、大下君じゃなくて時田、さんっていうのは、そうですね、でその間外にまたね出てくるんですね、はい、で携帯で、まあ、おそらくカープの情報でしょうね、気になりますからねちょうどいい時だったもうね、これプロデュース費用払わなくていいんじゃないかなそれで歌出来上がって帰ってきて、うん、で、あ、できました、民生さんって言って、おいすって帰ってきて、それで、聞くのかなと思ったら、聞いてくれないんですよ、おい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 、それで、え、民生さん聞いてくれないんですかって言ったら、いや、大丈夫ですよって言ってすげえ、で、次の作業に移るって、もう民生さんのやっぱりその民生さんらしいプロデュースの仕方っていうんですか、そう、でも、その歌以外の大きな部分に関してはすごい細かいんですよ、もうきっちりと、何回も聞いてはこの音が必要なんじゃないかと試してみたりとかして、すごい細かいですね、はあ、もうミックスの日に至るまでずっとそれを続けてました、ね、はあ、まあ、でもなんか噂に聞くとその全然歌えない時なんかは、うん、あの誰かプロデュースして全然歌えないような時は民生さんちゃんと言うんだっていうのを後から聞いたんで、まあ一応あの認めてもらえたのかなっていう、ね、きっとそういうことですよね、はい、その信頼関係のやっぱり ね、なかったらなかなかないでしょ、それじゃなかったら普通だったら怒り出すから何やってんすか、僕はプロデュースの場合出てますよいう話だからね、そうですね、はい、そこも含めてですね、いや本当ですね、はい、そしてカップリングは放つ、はい、プレミアムバージョン、うん、第96回の全国高校ラグビー大会のテーマソング、はい、こちらどんなバージョンになってるんですか、こちらね、はい、はい、まあ、去年出したものがあるんですけど、はい、そちらはバンドバージョンでしたけど、うん、それはまあ、95回の方のラグビー大会のテーマソングで使ってもらったんですけど、まあ、今回96回ということで、まあ、あと今年がやっぱりリアレンジということもあったので、まずせっかくなんでちょっとオーケストラバージョンでアレンジし直して、うん、でちょっとカップリングに入れてみようかなと、はい、まあ、結構ふんだんにストリングスを使ってますね、うん、確かになんかこの季節にちょうどまた合ってくるというかね、しっとり聴いてもらうには、うん、はい、やっぱだからね、ずっと昔から応援してたこの曲たちがこういう形でまた変わっていくっていうのを僕らも楽しめるのがいいですね、だって全然やっぱ聴き方も変わってくるだろうし、そうですね、やっぱ聴き比べてほしいですよね、あ、そうですね、確かにね、オリジナルあるわけだから、うん、そうだ、そこはできるね、そうですね、そういう解釈なのかなとか、二度おいしい感じですね、うん、ねえ、あ、ほら、ストリングス最強のコメント来たじゃないこれね、みんなちゃんとコメント拾ってるよすごいな、あ、ここでまた差し入れが、え、なんすか、スキマスイッチすごいぞ、はい、おっと、これはですね、ズオソヘイというアットマーク、藤田健介、そして片桐はいりさん、ありがとうございます。スパークリングウォーターが今、差し入れくれたんですか、これもユーザーが見ていて、自分のポイントをそのままお水に変えてっていうところで、今お水が。すごいですね。これしかも、まあ、むちゃくちゃ高いお水なんですよ。そうですね。そうなんですか。すいません、本当に言わせてもらうと、もうあの5桁なんですよ、これ。マジっすか、いやもうびっくり、 お水で、びっくりそうですよ、お水で、びっくりなお水を正しい反応、民生さん入ったお水で、
じゃあちょっとカメラ行かしましょうかもね。ちょっとせっかくなんでね、ユーザーのお水を今から乾杯です。松井さん飲んでいただきますから、はい、ちょっと映像入れましょうか。いやおめでたいおめでたい、ありがとうございます。どうぞ。鼻輪ついてたもんね。いやもうそしてそして間の鼻輪が熱くなったもんね。すごいことだったなと思って、うん、いやとにかくスキマスイッチは2人でいてほしい。うん、もう切に思うわ。本当にこの鼻輪が象徴してくる。本当本当美味しいでしょ。いや美味しいですでしょ。けどなんでこけたの。それはちょっと、ね、いやお家の中にはあるんですよ、そういう高いお水が。ね、どんどんグッズで出してくださいね。ねすごいな。ね、いや美味しいですね。いや本当に美味しいです、ね。ちょっと柔らかめの軟水系のそのソーダ、はい、炭酸で、はい、すごくいいんですよ。炭酸もそんなきつくなくちょうどいい。よくさすが炭酸に造形深いですね、これ。あ、喉に、ね、そう、喉やっぱ大事にされてるから。炭酸に造形深い。今瞬時に浮かしちゃいました。炭酸に造形深い。さすがですね、これ。飲んだ感想ですか。いやいや、雑味がないです。雑味はない、ね、あー CM 来ちゃうぞ、CM 来ちゃうぞこれ。CM ソング来ちゃうぞこれ。さあでもここからはねちょっとまだお時間あるので、はいはい、ゆっくりと珍しくなかなかちょっとフリートークコメントも一緒にしていきたいなと、はい、待ってましたね、はい、ぶっちゃけまあもうすぐクリスマスなんですけど、うん、ここら辺のちょっとアンケートでも取ってみます。あ、ね、聞きたいです ね、うん、クリスマス好きかどうか。やっぱね、そもそもそうなの、ね、そこからですよね。そうなのそうなの。あとユーザーにも聞いてみよう。はい、うん、いいですね。スキマスイッチさん的にはどうかっていうのも知りたいし。そうですね、まあ、基本ね、多分ね、仕事だったはずなんですよ、大体は。まあお忙しい、ね、通常、うん、あの時期っていうのは、うん、だからなんかそのね、あえてこう最近はそれを休みにしようとしてるのかとか、うん、そういうことも含めて。まあ、ただうんこちゃんのねユーザーですからね、クリスマス好きな人がいないでしょ。いやでも最近僕はもう彼女作れよ作れよって放送で言ってるんで、うん、もしかしたら楽しみにしてる人いるかもしれないですね。そうなんだ、はい、そんな風に先導もしてるんだよ。先導もしてます。ーーあ、そうなんだ、はい、右行っちゃえば右。だいたいでも9割5分ぐらいは彼女いないですね。僕の、はい、男性が。それは何、飼い主に似てとか。飼い主に似てますね。そういうことだね。見てみましょう。そうそう、どうなんだろう。正直クリスマスは聞きれない。あさあ、2人で聞いてみましょう。どうでしょう、お二人は。クリスマス好きです、好きです、ね、好き。一般的にはね、男の子でなんか好きですね。なんか好き、なんか好きです、ね、クリスマスの空気感が好き。ああ、わかる、それは。なんか浮かれていく感じが好きです、うん、あれにイラッとする人もいるじゃないですか。まあ、いますよ ね、 ね。ストーリーの時でも全然好きでしたしね、はい、あの昔学生の時。あ、そうですか。ちょっとこれから多めにクリスマスソング作ってもらってもいいんじゃないですか。うちないんですよ、ね、まあ唯一あるっちゃあるんですけど、まあ、クリスマスっぽい曲ありますけど、そんなにこうクリスマスがっつりタイトルにしたものもないでしょ。ないですね。ね、でも確かにね、そうですね、あんまり。まあでも別に何だからこう何が好きだっていうことでもないんですけど、うん、確かにその雰囲気とか。でもクリスマスソングを聴くのは好きかもしれません。あ、クリスマスソング好きですね。あら、本当にクリスマスアルバムとか買っちゃったりして。そうですか。すごいいいんですよ、ね、あら、山田さんはどうなんですか、クリスマスは好きなんですか。好きか嫌いかで言ったら。なんでもないね。あ、普通ただの一日なんですよ。ただの一日なんですよ。好きでも嫌いの。それは嫌いの方でしょ。スメこれは嫌いの方ですね。ね、嫌いだけどおかしい。そういう思いも含めて今好きか嫌いかで決めますよね。絶対嫌い。それで言ったら僕らもそこですよ。確かにみんなそうですね。そうなっちゃいますよね。感情がなかったですね、今。特に感情ないでしょ。そうそうそう、いや、僕らもそうです。そうでしょ。ね、一生懸命ご覧いただいて。ついててご覧いただいて。プレゼントがもらえる年でもないし。確かにね。渡すわけでもないし。うん、中途半端な日じゃないですか。あ、まあね。ね、そしてツリー飾ったと思ったらもう門松の準備でしょ。そうですね。忙しいですよね。忙しいです、ね、日本の場合は。切り替わりがね。そう、うん。ちょっと前までハロウィンだったのにって話でしょ。本当ですよ。一瞬で変わっていっちゃいますからね。左右されたくない。だからあの海外に行って1月末とかまでツリーがあるのとかも感動するもん。あ、 あるじゃないですか。結構そうなんですね。11月中旬ぐらいからずっと1月末まで出して、はいはいはい、基本セットですから ね海外にずっと出しっぱなしだから。そうですね、俺はあれがいい、あの感じがいいわ、楽だと思うもん。お正月とかと混ざっちゃってる感じなの。混ざっちゃってる、混ざってる。だってそんなにハッピーニューイヤーがそんなんじゃないから。そうですね、まずクリスマスはでかい。あ、そっか、メリークリスマスハッピーニューイヤーみたいな感じね。そうでしょ、ガッと一緒になっちゃってずっとそっから。へぇ、あれはただ単に1月1日ってなっただけだから。そうなんですね。そうそうそう、こっちとは全然違うもんね。知らなかった、無知だったな、ね、こっちは元旦っていうのがなんかやっぱねあったりする。一番なんかおめでたいみたいなイメージありますもん ね、 うん、これまだ来てるよ、これ台本的には。よく台本的にこれ入れたね。ちょっと気になります。スキマスイッチさんに最近気になるニュースを聞くの。この花輪が来てるのに。やめなさいよ。最近気になるニュース何ですか。いや特にないです。あ、
ですよね。ない時はコメント拾うといいですよ。コメントが意外にコメントが今時事ネタを、ね、象徴してますから。まあいたって普通の日ですよね。いやそうです。そうですよね。そうです、ね。確かに。じゃあなんかやり残したことありますか。これもあと一月なんだけど。やり残したこと、うん、あのスタジオの掃除があるんですけど、うん、結構ちょいちょいやってきたんですよ今年。ただ譜面がとんでもないことになってまして、はい、うわちょそれはなんかレアだな。手で表すとラジオですねこれ。ラジオですね。あ今それ映像きました。映像きました。これぐらいのそれをぎゅうぎゅうにですよね。これ全部ここからここで譜面なんですよ。してそれ何曲ぐらいだと思えばいいんですか。何曲でしょうね。すごいな。とんでもない780なのかな。はい。ややこしいのかな。780しかないの。確かにちょっと今日俺も撮っていくと、かぶりまくってるんですよ毎回の。なるほどね。毎回のツアーとかイベントとかの譜面が全部あるんですけど、でファイルも含めてこんだけになっちゃって、はい、でだからどれバージョン撮っておけばか分かんなくなって、それ全部撮ってるんですよ。だから全力少年だけでも多分20枚ぐらいあるんですよ。どうしようかなってところで今年もう11月12月になっちゃったんで。そっか、別にその画像にしといてどうのじゃないんですもんね。また使うかもしれないから。そうですね。PDF 確かに考えたんですけど、スキャンして。でもそれにしてもすごい枚数なんで。はあ。多分我々とかよく話してるのは CDR はどうしようかみたいな話になるんですよね。そうですね。制作途中のやつとか、ね、はいはい、毎日持って帰るんでやっぱ増えるんですよね。なるほど。最近はデータになってきましたから。はいはいはい。譜面も同じくデータにするべきなのかって思ってたところで、すごい迷走になっちゃって、すごいね、今ワシャってなってます。ワシャって、そのワシャのとこから生放送したいね。あー見たいですよね。でそういう現場ってオークションでワシャってねえじゃん。いやいやかなりレアですよだって。こんな、そうか、掃除片付けもあるか。まだですね。他なんかね、何でしたこれ、ユーザーアンケートでの新人でもないぐらいの質問ですね。好きなスイッチはっていうの今好きな、そんなの昔聞かれました。なんかこう あったなありました、ありました、ありました、ね、俺も確かなんか、うん、昔スペシャルとかで仕事した時になんかこんなような系の他の名前にするなら何スイッチみたいな、あなんかそのピタゴラ的な、ありましたね。皆さんに聞いてるんですね、あの見ている方たちに。ねえだろう、好きも嫌いもあんのスイッチに。スイッチ、いや好き嫌いありますね。出た本当に、まあ、あります、ね、あります。無理やりこの企画に付き合ってくれてるんだよ。いや違う、いや、ね、本当にあります、あります。ちょっと聞きたいね。じゃあまずはみんなユーザー選んでもらおう、はい、ユーザーはまず好きなスイッチどれ。真夏のかかってるんですね。真夏のクーラーのリモコン。好きなスイッチどれです。うん、好きなスイッチ、好きなスイッチはどれ。電子レンジ、やっぱ一番多いんじゃない。あだって4番目なんかも、エレベーターの場合もボタンって言っちゃってますから、ね、確かに、ね、確かにね、エレベーターのスイッチ切られたら、ね、動かねえからね。ボタンじゃん。そうだ、スイッチですらない。ちょっといいですか大橋さん、聞いてもこれ好きなスイッチ。僕は、ええ、僕もエレベーターのボタンなんですけど、いやでもスイッチどういうことじゃん。ボタンじゃん、うん、あじゃあ好きなボタンはある。ボタン、おー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 、好きなスイッチはないです、ね、アーティスト名変わっちゃったよ。隙間ボタン、隙間ボタン、なんかタイムボカンみたいになってどういうことなんだよこれ。ドクターさんは好きなスイッチ、逆に言うと嫌いなスイッチとして、反応が遅く出るスイッチあるじゃないですか。 PC もそうなんですけど、押し込んで話してもちょっと待って、ブワッと LED ついてウィーンっていうのがもうちょっと早くしようそれは分かりますね。なるほど、ボンついた、よしっていうのが、ね、レスポンスね、はあ、あれ気持ちよくないですか。あのデパートとかでもある、うん、あのロックするときにダイヤル あの数字がついてて、はいはいはい、ポチポチこう、あの電子じゃなくてアナログの123456の暗証番号をこうポチポチと、オートロックみたいな、こういうちょっとちっちゃめの丸い、あでへこむやつね、はい、絶対ハイハイって伝わってないですよ。あれは分かったんだけど、デパートとかのっていう、そいやいや、デパートの、あのだからプライベート、あの従業員が入るとことか、なんで従業員とかもうないのかな、めちゃめちゃなんでデパートの従業員ロッカーとか、いやいや、そういうとこあるじゃないですか。こういう仕事すると裏動線から入ってでしょ、いわゆるラジオとかね、うん、するんで、びっくりする例えから入ったから全然わかりづらかったわ。いや本当デパートとかのっつって、いや押した感じがものすごいある。アナログで10桁になっていて、番号をなんか3つか4つ押すと赤っていうロッカーね、あれのスイッチ、あれ気持ちいい、かっこいいっすよね。プツプツプツって気持ちよく、気持ちよく中に入ってくれる感じでしょ、わかる、あれは気持ちいいですね。あれあるわ、やっぱ押しとく感が大事なんだね。あと
あのミュージックプレイヤーのカタ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 っていうあの音あ音だったよスイッチとかじゃなくて何の話をサウンドだったよ何の話をさあ、あっという間ちょっと時間来てしまいましてちょっと改めて今後の活動についてもさあちょっと今出ますかねじゃあ僕の方からちょっと、はいお知らせさせていただきますお、駆け上がった今嬉しいありがとうございますありがとうございますうわうまいすごい最高じゃないですか。今日のうちらです、ねね、ツイートするのでぜひ使ってください。はい、本当にありがとうございます。可愛い感じで。そして明後日ですね。明後日がこれまさに全力少年のこれが発売になり、はい、でライブアルバムこれも今発売中でございます。はい。今ちょっとねコメントがいっぱいでなかなか読みづらいんですけど。ね、そしてそのライブアルバムのブルーレイ&DVD が明後日11月30日の発売となっております。はい、はい、同じ同日発売ですね。タイトルはスキマスイッチツアー2016ポップマングカーニバルザムービーです。はい。年末もびっちりだね、これカウントダウンまであるから、そうですね、ジャパンのフェスが。そうか、これはこの告知を見せなくさせることもできるってことですね。あれ、いや、それはダメ、それは良くない。それ言ったら来ちゃうよ、言ったら来ちゃうよ。それ見てみたいな。やめてやめて、違う違う、ユーザー一回待とう、ここは。やっちゃったよ、ほら。来たー、大橋さん。全然見えない。ダメでしょ、大橋さん。全く見えなくなっちゃいましたね。これ告知の意味だ。すげえ。これじゃ告知の意味がないですそうだよ、大橋さん。なるほど。ってないよ。まあ、でもこのやっぱり見えないもの見ようとするのは悪くないですね。あれびっくりした。今なんか新曲入ってる。誰かの歌だけど。さあありがとうございました。これ。いや最後にぜひ曲紹介お願いできますか。はい。何でしたっけ。いやいや。さすがこのプロデューサーの話してて。これかけないよ。わかりました。これ何かけんの。これかけます。びっくりしたこれ。はい、ここで天体観測かけた。本当らしいよ。どういうこと？いいですか？一番聞きたいですね。スキマスイッチで全力少年プロデュースドバイ奥田民生。ありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。のはスキマスイッチで全力少年プロデュースドバイ奥田民生でした。いや確かにね。また新曲だね完全にこれ。違いますね。民生節が入るとまた全力少年が。ちょっとなんかそういう空気感じますもんね。ねえまた素敵なねえまたその大橋さんのまた全然ほらね歌い方も違うから、うん、かっこいいこの全力少年。いや確かに両方聴きたくなるね。ワンコーラスだけですよ今回特別に特別ですよ、ね、特別みたいですね。坂田の日だったら、ね、本当にフルでかかってたおいうんこちゃんだから特別に見せなくしましたよすぐコメント騒ぐからコメントで告知見えなかったから本当です ね今頃事務所で反省会ですよ多分これどうするんですかまだまだ今日はねお忙しいんですから2組目のゲストもいますよ。来ましたよろしくお願いします。お座りお座り、ね、お座りお座り犬みたいなそうなの可愛いけどほら、うん、ねそうなのよっていうそうですねそうじゃあちょっと改めてまた自己紹介してもらおうか、ね、いいですか。あじゃあこっちのっマイク行く、うん、せっかくだからマイクそのマイクもうちょっと近づけていいんでどんな感じで3人で話すの、はい、どうぞ。僕たちはスターダストのレインボーアイドルシークレットガイズです。はいやんちゃ担当大輝だぜ。キャバリー担当ゆきちです。はい裸の王子様担当吉原修斗です。よろしくお願いします。ということでね7月の金曜アシスタントやってくれてたから、うん、そうなんですよ、はいうん、お世話になりました。いやいやこちらこそありがとうございました。ニコラジオ大いに盛り上げてくれてこれ大丈夫寒いけど肌の調子とかはもう本当にコフキーもでもあれでしょもうなんか荒れるなら荒れてしまえって感じでしょだからもう そこは男らしく行きたくないですよ。あ違うんだ男も肌の調子は良い方がいい。そうか今メンズみんなそうなってるもんな。気にしますね脱毛もするし、うん、そうかやっぱ肌はそうなのかそっちの方がいいのか、はい、そうですよ ねちょっと映しちゃうじゃんちょっと今お肌の調子見ちゃう、うん、これいいんですか。いきますよ321こんな感じよ。ハローハロー。ちょっと改めて説明してもらううんこちゃん。え僕が説明してもらう。だって初めて。僕お会いしたの初めてです。初めまして。よろしくお願いします。お願いします。僕うんこちゃんって名前でやってます。名前どう言えばいいんですか。いや普通に呼んで呼びうんこちゃんって呼びにくいですか。うんぴちゃん。あうんぴちゃん。うんぴちゃんでじゃあ加藤くんでもいいですけど。加藤君でいいですか。そうですね。そう、まあ、呼びにくかったら加藤君。まあなぜちょっと呼びづらいかっつうと元女性だから。そう。やっぱそれはあるよ。まあね。野郎でさえうんこってなかなか言いづらいんだから。そりゃそうだよ。人前で可愛く言いたいよね。そうなんだよこれ。ね。そう。みんなの見てる方ちょっと知らない方もね。あ今ね。いいリアクション来たね。うん。
元女性です。はい、これだからオープンにしてるんです、はい、ね、そうだよね、がっつり言ってます。そうだ、はい、でちゃんとこの、まあ、世の中的に言う、うん、その性的少数者っていうのの理解を深めるためにというか、うん、広めるために、はい、新時代のアイドルとして結成された、うん、日本初の元女性ユニットがこの3人なんです。もう一回映像見ますか。わかる、そうやって見るとまたみんなえってなるでしょ。すごいよ、すごいとこと戦ってるよ、ある意味わかる、ね、なんですよ。いや本当だ、だってもちろん賛否両論あると思うよ。特にこのうんこちゃんのユーザーとかだと、うん、はい、辛辣なコメントも来るかもしれないけど、はい、でもそこをあえてということで、そうですね、そう、理解を深めるためにこの3人が立ち上がったんです、はい、そうなんです、ね、僕がこういう喋り方だから、はい、いつも男から女でしょって言われるんですよ。まあそうですよ、言われるけど違うと。違うわよ。ほら、いやちょっと待って、もちょっと僕混乱してることがあって、混乱させちゃうんですよね。1個混乱してることあって、女性から男性に、まあ、そうです、そうです、そうです、なったわけですか、はい、なんかでもちょっとやっぱ逆にお姉に戻ってきてるっていうか、なんかまあそれはそうなるだろうね。なんかそう、そういう感じなのかなと思って。だからね、いつも確認したいのはそうなのよ、うんうん、本当にあのもう女の子に興味ないのとか、ね、そう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 、あと男のじゃあどこ見てんのとか、そういうのはすごい知りたい、うん、そうそうそう、単純に聞きたいなって、うん、だってじゃあ男になったというならば、はいはい、俺女のどこ見るのかも知りたい、聞きたい、俺たちみたいにただおっぱい見てんのかとか、お尻見てんのかとか、お尻見てんのかとか、ね、そういうのに興味はないのかあるのかも知りたくなるでしょ。この時間からこんな話していいんですよね。いいんです、いいんです、うん、もう今日は僕の大好きな人が捕まったから、もうどうだっていいんですよ、ね、もう本当にそういう日です。今日は僕の中ではもうおつやみたいな日です。やめなさい。ただまあ大丈夫です、まだ上には上がいますから、ね、さっきね、あの大先輩 の逮捕歴を見たら8回って書いてますから、まだまだみたいです、まあ ね、まだ序の口みたいです。強豪校がいますから、ね、ちょっとさ、3人がじゃあ女性だった時代の写真もあります、ね、見てみます、見たい見たい見たい、出しちゃってるからね、はい、見たい見たい。まず1枚目ます。これは誰だ。おー、はい、これ誰。はい、おー、真ん中どうです、来ましたよ。ということはちょっと待って待って待って、一回まずこれ見といて、これ見ながらの、あ、今そうか、入っちゃったね、インポーズで入っちゃったね。こっからそのもうシュート君のアップに行きたかったの、うん、はい、これ見といて、シュート君だけ見ると、おー、嘘でしょ。これ多分ね、面影ちゃんとありますね。これいつ、6歳とかそのぐらいじゃないですか、小学校入る前ぐらいかな。僕ね、これ多分前も言ったはずなの、はい、これ超可愛いから、はい、この子紹介してくれって、うん、なんだけどもうこの子はもういないの。いますもうこの子は別に生まれ変わった、この子はもう女の子じゃない。そうだからあれでしょ、はい、つまり男の子には興味ない、シュート君は。恋愛としては興味はない、ね、ほらもう全然ダメよ、だから。あんな可愛い子だったのに、もう俺も、うん、俺うんこちゃん、まあ元々俺もうんこちゃんも対象じゃないと思うけど、対象だとしてももうダメってことです。残念ながら。そうなんです。続いていきましょう。さあ。何もないですか。可愛い、可愛いじゃないですか。これは俺もこれも前見た。可愛い。可愛い。可愛い。うんこちゃんのその可愛いってナイスフォロー、ありがとうね。超可愛い。ほらみんなも可愛いってね。だってさ、この頃女の子でしょ。女の子。この頃から。から興味あった、この頃から。あの大谷翔平ってどういうことですか。大谷選手に失礼ですから。ちょっと似てる。でもやっぱり今はもう女じゃない、大輝さんね。でも、うん、シュートの昔と大輝の昔だったらどっち選びますか。どっち選びますか。いや、どっちも可愛いよ別に。ほら来た、普通のもんだ。いや、ほら見るからにみたいな人じゃないじゃん、うん、見るからになんかすげえボーイッシュでとか、うん、なんかもう女捨てちゃってるような格好で写真撮ってるとかじゃないじゃない、うん、全然女性ですよね。頑張ったね、スヌーピーの隣で、ね、USJ でさ頑張ったになるんだ。いや、どうだっけ、上だってこの頃からもうそういうこと。そっか、そうなんで、もう僕あのスカートとかも嫌だったんですけど、あ、この頃からやっぱ嫌だった、嫌だったんですよ。でも正直言っていいですか、本当にあのダサく着るのが一番嫌で、はいはいはい、着るならかわいく、あの膝上丈で履きたかったね。はいはいはい、ダサいのだけは本当に嫌だったから。でも髪型はダサいから。結局ダサいって、どうしたどうした、男女二刀流って書いてあった。うまいな、うまく書いてた、大谷からの男女二刀流、男女大喜利が混ざったからね。すごい嬉しい、大谷さんと。じゃあもう一つ見ようじゃないか、ゆきち。もうちょっとなんかこう。でもめっちゃ可愛い。
そういうことで言えば、ゆきちが一番そのほらボーイッシュ的な格好もすでにしてたってことなのかもしれないよ。キャップかぶって、ね、キャップを逆さまにかぶり、ちょっとでかいパーカーをダブルしてみたいな、ね、もうやっぱり女の子のこういう格好が好きじゃないっていうか、もう好きじゃないですよね、うん、やっとこの頃から、うん、多分あの男性ものの服を自分で選んで着れるようになったんだ。そうしてたんだ、あえて、うん、意図的にもうそうだったんだ。だってお母さんが買ってくるやつとかすげえ女子だったんだよ。いやそりゃそうでしょ、ね、まあ、だって女の子で産んだんだから、ね、普通はね。嫌じゃないですか、ミキハウスとか。嫌じゃないよ。嫌だよ、可愛いけど。やっぱ不思議なもんだね、うん、なんか。でもこの仕事があったおかげでそのね、うん、ついにというかちゃんと自分がしたい格好をしてというか、うん、そうです、そうですね、行きたいそのね、性別でというか、うん、そこでまたこういう人生を選びましたから、はい、これやっぱその選、まあ、そのなんですか、3人だどちらかともなくですか、これ言い始めたのっていうか、そのやろうぜみたいな、うん、こういうやろうぜって言ったのは僕が声をかけました。あ、そうなんだ、うん、すぐ反応が良かったんですか、その時。反応、うん、反応良かったです。良かったよ。やるやっぱり、うん、やってくれて、うん、これノーって言ったらまずもう多分ここの企画も倒れてたよ、ね、っていうぐらい。そうですね、そう3人が集まるからこそシークレット会社で行こうと。そうです、なんかこう僕たち の、まあ、あのその性別的に一人でやっていくのはちょっとパンチが足りねえなっていう。まあ僕あの一人の時山田さんにお会いしてるじゃないですか、はい、あ、そうか、確かにそうだ、ゆきちくんだけだった時あったピンで。あ、そうなんですよ、そうだ、あの時の姿ってすごい薄い感じだったと思うんです。もうこの3人になってね、すごいパンチがね。確かに忘れないからね、うん、しかもシークレットガイズだから。うんうん、どうしました。なんかいろんなこと聞きたいみたいな。いや、なんか複雑なんですよ。いろいろね、紐解いていきましょう。混乱しちゃってたよ、ちょっと、まあ、普通に考えたらそうだね。そのあの書類で見る情報をいざなんか、うん、ご本人たちに照らし合わせると、はい、なんか混乱しちゃって、混乱かかっちゃって、うん、でも顔はちょっと赤いけど、うん、全然対象ではないはず。じゃあ、まあ話、対象なんですよ。だって女の子そう、まあ、対象に女の子好きなんだから。そうそうそう、でも、うんうん、そう、まあ、ね、うんこちゃんは女の子大好き。女の子大好き、はい、だったらここは友達にはなれる。そう、友達に恋愛にはいかないよ。まあね、そうだよ。すごいキラキラしたみたいなのがあるでしょ。さっきから。じゃあどんな男好きなんですか。あ、聞きたい。どんな男、どんな男。おかしい、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 間違いない。みんななんかそんな女よくなるんですよ。どんな女だ、うん、そうだ、俺も今間違えた、普通に素で、うん、ちょっとよく本当にあるあるなんですけど、なんかまあ僕たちもこう、そのニューハーフさんと比べられることが、はいはいはい、お姉の方と比べられることがすごくあって、うん、山田さんみたいなこの現象が起こるんですよ、ね、なっちゃう。で、なんか、え、いつ手術したの、取ったのみたいな、そういうことじゃないもともとみたいな。え、そもそもみたいな。そうだ、どういう、じゃあ女の子のタイプは、ここ3人、それでも同じやつを好きになるのか、それとも違うのか。女の子ですか。僕はね、ギャップのある女の子が好きなんですよ。いやだから例えばですけど、うん、まあ、超ちょっとあのふわっとした女子、はいはい、ふわっとした感じの女子なのに、職業なんですかって聞いた時に、あ、トビですみたいな。ギャップわかるよ。だからそういう究極、どこにいるわかる、究極ギャップ、ギャップがすごすぎてそれ、うん、それでもちょっとわかる。すげえな、ふわっとしたトビ危ないでしょ。本当にギャップのある子が好きですね。タイプ僕はもうあの有村架純さん、あら、大好きです。もうすごい、お嬢様じゃないですか。白が似合うみたいな、うん、めちゃ本当に嬉しそうに言ってますよ。本当に有村ファンですよ、これは。会ったことまだないんですか。ないです。あれ、やばいですね。そんなねじり下げて喋ってるの。これはやばいですね。架純は、そうですね、ゆきちは、私は広瀬涼子さんが、あー、かわいいね。ちょっと年上なんじゃない、これ。いや、もう本当にキャンドル作ります。その人はいます。もういます。なんで偽キャンドル作る人と。あー、ダメですか。キャンドル作りの人だけを好きになってるわけでもないです。あ、もう別にキャンドラじゃないです。ちょっと我々に聞いてみましょう。しかもシングルとガイズ6枚目となるニューシングルです。オーマイガール、夏を諦めて冷やし中華終わりました。11月30日リリース。イエーイ、来ました。もうあとどうしてこのタイトルに、ちょっと時期ずれちゃいましたね、うん、だいぶずれちゃいましたね、これね。当然終わってるはずですよ。はい、なんで、いや、まあでもまあ食べ物、前回も食べ物だったんですけど、うん、まあ、ちょっと今回も冷やし中華っていうことで、まあちょっと、うん、
夏終わっちゃいましたけど、超スーパーアイドルソングで今回は行かせてもらいまして、はい、うん、まあ恋愛の曲に聞こえがちなんですけど、うん、この曲はまあちょっとこれから仕事とかちょっと嫌なことがあったりとかしても、うん、この曲聴いてちょっと明日も頑張ろうぜ、リスタートしようぜみたいな、そういう曲なんですけど、シングル発売記念のこのリリースイベントツアーも今やっていた、はい、今やってます、まさに今なんだ、やってます、ただいま、どんなツアーになってんのこれは。あの各地いろんなとこ回ってますけど、最近ちょっと子供が多いんですよ。子供をよく見に来てくれて、子供は分かってんですかね、そのこのジェンダーのことというか、うん、分かってないそうでしょうね、うん、僕ね、あの小木ママと仕事するときいつもそうなんですよね、子供大体分かってないんですよあ、なるほど、小木ママですって紹介すると子供がママじゃねえだろなんか毎回言うんですよ、ね、子供は素直だから難しいとこだな、そうなんだけどね、ママなんだよなんて言いながら、難しいとこだな、そのまま言っちゃうもんね、そうでも、その子供でも曲は楽しめちゃうんですよね、そうか、曲で、そうか、曲がね、ノリが良くてアイドルソングであれば、うん、全然問題ないもんね、すごい寄ってきてくれるもんね、すごいね、で曲流れると一緒に踊ってくれるもんね、もう嬉しい、本当に私連れて帰ろうかな、ダメダメ犯罪、軽く犯罪、ありがとうございます、海外では普通のことだったりするから、基本的に気をつけて本当に気をつけて本当にね、はい、この3つの違いはあれになりますか、3つですか、はい、この曲の後ろに入ってる裏の曲が全部違うんですけど、うん、まあ和アイドル版には、晴天の霹靂っていう曲が入ってまして、はい、晴天の霹靂、しかもね今回なんか、はい、特別に解禁していいって、初解禁、ニコラスのために、おそうそうなの、うわーやばいやばい、初解禁だって、え、これあーちょっと待って、やばい、まだ出してないし、そうそうそう、今ちょっとねこの曲ワンマンライブ12月の1日にあるんですけど、はい、ここで初出しをしようと思ってて、そうすいません、なのに、はい、ニコラちゃん、ありがとう、ありがとう、みんなちょっとこの BG だけだけどね、うん、今ちょっと聞いたでしょ、うん、ちょっとちょっとここまで、ここまでもうここまでもうここまでしょ、はい、危ない危ない危ない、ドキドキしたわ、無理やりお願いしたんだからすごいでしょこれ、ちなみにされたから、うん、ね、まあ、そして他にも、はい、ヒップホップ版も、はい、アイセリューですね、ね、うん、であとジャッジメントタイム、はい、取りますので、はい、ぜひ皆さんもチェックしてもらいたい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、これは今だから、はい、男だから、うん、ね、男として聞きますよ、はい、クリスマスどんな感じですか、期待してる日なのか、それともどうしてもいいのかね、うん、なんか煮切らない感じが、うん、なんか隠してクリスマスですか、はいはいはい、クリスマスはメンバーとケンタッキー食べたいあれ別に私は予定あるあるのマジ来た来た来た、なんであなたと過ごさなきゃいけないの予定あるもう戦略済みあるほんと普通にしちゃったいや僕友達いないから、ちょっとメンバーと過ごしたいなと思って一緒に過ごそうね、お願い、実際問題じゃ習得的には男友達が多いんですか、はい、女友達が多いんですか、あのどっちもないないです、え、なんで、なんで受けすぎだろ、そしたらなんでもったいないね、なんで、なんかいそうっすよね、いや、ちゃ僕ね、遊びに行かない人なんですよ、本当に、行きましょう、インドアだよね、インドアです、お酒飲まないですか、あの、飲みません、はい、ほんと、はい、もう誘わねえちょっと待ってくださいよ、今度一緒に飲み行きましょうって飲みませんって言う、飲みません、初めて見た今ほんと、何してんのじゃあ、休みの日は僕は、まあ、羊という名の犬を飼ってるので、うん、犬と家の中で遊ぶ、ワンちゃんとかね、猫ちゃん飼っちゃうと家が好きになっちゃうんだよな、全然出てきてくれないんですよ、あ、そうなんだ、本当に出ないんだ、誘っても全然出ない、その割に誘っても、その割に誘えって言うんですよ、一番どうしていいか分からない、寂しがりだから、いや一応何やってるか知りたいじゃん、なんだろう何やってるか知りたいから、え、じゃあアクティブなんですか2人は、割と外にいるね、どういう感じですか、やろうと飲んでるんですか、それとも女の子と飲んでるんですか、どっちが多いんですか、本当に2人っきりが多いね、2人っきりってで、あの知り合いのおじちゃんかおばちゃんと飲む、うん、あーまあね、人畜無害な方行くね、やっぱそこはね、うん、おじちゃんおばちゃんとどんな話してますか、おじちゃんおばちゃんと、うん、まあこういう活動しててっていう話もせずに、はい、うん、せずにせずにしないですね、そう普通だよね、うん、おじちゃんおばちゃんどう思ってんだろうね、これやっぱりね、
やろうと思って話してんのかな、うん、どっちだろうね。いやそうね、うん、絶対そうですよね。だってまあ今日はこれ、ね、衣装だからだけどさ、うん、普段はもっとだってボーイッシュでしょ、どう考えても、ね、見た目は分かんない感じだよね。だからね、だけどなんか優しそうに喋るなみたいな感じでしょ、多分きっとおじさんにしてみれば、この子どっちやろみたいな、うん、本当に。でも僕本当に普段もこんな感じなので、うん、なんか男性の方が隣にいたりすると、うん、本当に振られんすよ。振られるっていうのは、うん、本当にお前に興味ないからねって言われて、こっちもこっちもだ、こっちも興味ない。逆にね、強く言えますよね。何なんだろう、まあ、強く言えるわ。先にそう私出してた。先に言われちゃうんだよ。分かりづらいんだよ。だからなるほど、毎回確認しないと、今どっちのスイッチみたいになっちゃうからね。そうなんですよ。いや、すごいな。なるほどね。あ、でも最後にお知らせの方でございます。あ、ちょっとお知らせをたっぷりと。あ、はい、じゃあお知らせさせてもらいます。まずですね、11月30日にシークレットガイドニューシングル、はい、オーマイガール夏を諦めて冷やし中華終わりました、リリースいたします。今流れてますね、はい、流れてますね。で、その翌日なんですけど、12月1日はですね、シークレットガイズワンマンライブ、シークレットガイズプレゼンツワンマンライブ2016冬カッコ仮を、渋谷のマウントレニアホールにて開催いたします。うん、そして、リリースイベントまだ真っ最中なんですけど、うん、最終日は、12月4日まで続きますので、うん、詳しくは、オフィシャルのホームページの方をご覧ください。はい、よろしくお願いします。お願いします。おはようございます。11月30日に出すってことは、うん、明日明日のゲット、フライングゲット、CD を、ね、そうなんですよ、うん、このね、ギャップのある3タイプをね、ぜひ聞いてもらいたいです。はい、よろしくお願いします。なるべく3つチェックしてもらって、はい、はい、そう、映画分かりましたか。はい、どう、できました。セラミーの今日はこんな感じです。あー、おー、おー、いいじゃん。ありがとう、そばかす隠してくれて。いいよ。どうも、ありがとう。もう若干の二重ラッキーラッキー、やっぱちょっと見るとこ見てるラッキー、ラッキー、ラッキー、そういう視点もしっかり持ってるっていうか、すごいな。ちょっと絵がね、今ね、バーンって開く時の笑顔はちょっとすごい可愛い女の子のような笑顔だったんですよね。もうなんかその垣間見えるそういうところをさ、いち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 突っ込んでくんだよみたいな、見つけてくるよね。そこだけちょっとたまにキュンとしたりするんだよね。キュンとしてる。本当に可愛いんだよ。難しいよね、だからね、なんかそう、可愛いけど可愛く見ちゃった、可愛く見ないでとか言われるとこどっちなんだって、なんかね、言葉になんかそのうまいことを表現できない、なんかあれがある、だけど飲み誘ったら断られる、断られるなんだよってね。さあ最後に曲紹介お願いします。はい、シークレットガイズで11月30日発売のニューシングルです。聴いてください、オーマイガール夏諦めて冷やし中華終わりました。ありがとうございました。シークレットガイズの皆さんでした。ありがとうございました。バイバイ。
し中華心の中はハートでいっぱいだけど気持ちはそっとしまっておる休みハローマランチタイムもう待ちくたびれ冷やし中華お送りした曲はシークレットガイズでオーマイガール夏を諦めて冷やし中華終わりましたでした。はい、エンディングです。ニコラジカルのお知らせを。はい、ニコラジカル今後のゲストのお知らせです。29日火曜日は23日にニューシングルをリリースしたアクセスさんが登場、さらに30日にニューアルバムをリリースするニコラス・エドワーズさんが登場、うん、いいね、友達だよ。あれ先行的にね。30日水曜日はCD セールスが100万枚を超えるトップ DJ DJ フミヤさんが登場、さらに29日にシングルをリリースするミスターミスターさんが登場、12月1日木曜日は癖のある漫才が好評のトロサーモン久保田さんが登場、12月5日にワンマンライブを開催する森永麻彩さんが登場。森永さんはあれだからね、白石まるみさんの娘さんですか。え、そうですよ。そうなんだ、ね、人脈自慢だよ、ね、入れてきますね。あれどこ、あ、2日金曜日は若手俳優による5人組ボーカルダンスユニットミルクさんが登場、5日月曜日は今月23日にアルバムをリリースしたピノキオ P さんが登場、番組の詳しい情報は公式ホームページ公式ツイッターをご確認ください。はい、以上です。楽しかったね。楽しかったですね。自慢しよう。みんなのコメントが面白かったね。今日もどんな俺にツイッターが来るかな。なんかもう楽しみになりつつあるんですね。置物とか来んのかな。ね、人脈カマキリがうるさかった、うん、そういう番組だからね。もうなどんなんだよって感じね。あらららら、ね、そうなんですね。まあでも本当うんこちゃん売れても薬やんなよ。うん、それですね。っていうことかな。でも山田さん、僕一番今日気になったコメントは次は山田だなっていうコメントが3個ぐらいな。僕はね、もともと狙われてるんでずっと。ずっと狙われてます。もう早口で18年ぐらい喋ってるだけでもう絶対あいつはやってるとか毎回言われます。ゲストにも言われます。まあ職務質問も結構多いです。毎回金髪でサングラスで早口で寝てなかったら確実にね。ああ、そうでしょ。なるほどね。そうなんです。あ、決まってるかと言わればずっと決まってます。大丈夫です。ええ、でも本当にね、あんなになっちゃうとなっていう話で、まあ分かんないけどね、まだね、そのどうなってるのか全然状況が読めないから、ね、やっぱ悲しいですよね、普通に。まあとにかく俺はもう出てきたらこのニコラジにゲストに呼ぶっていう、そうそうそう、ずっと言ってるから、もともとからね。あ、音竹さんとも連絡取れましたから、ちょっとオファーしてみようかなということも思っておりますので。俺の日に
にしてくれ。会いたいでしょ。俺の日にしてくれ。会いたいでしょ。そうそうそう、ね、僕の日にしてください、うん、ほらみんな人脈自慢にもいいとこあるだろ。超喋ってみたい。わかるか、うん、そうだぞ、うん、そうやって生きてきてるから、うん、そうそうそう、うん、コメント気をつけろよ。いいか、書いていいコメントとダメなコメントもあるからな。そうだぞ、気をつけるんだぞ。本当です、ね、うん、お前たちがもうちょっとルールを守れるなら呼ぼうと思っている。試されてるな。そうだぞ、ね、分かるか、うん、そう、お前のメッセージでね、本当に人生やめちまおうって思っちゃうやつだっているかもしれないんだぞ。本当ですよ。そう、そこだけは気をつけるんだぞ、うん、刃物になりうりますからね。そう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 、うん、言葉の暴力ね、文字の暴力、そうそう、そういうことをうまく意識しながら、はい、いいよいいよいいよ。構成してますね、みんな、ごめんなさい。さすがだ、いいね。飲み行こうぜお前ら。え、本当に早く飲み行きたいんだよ。どんな終わり方なの、ね、どんな終わり方、ね、山田の人生をやめさせたいって、それは俺が勝手に決めるよ。大丈夫だよ、うん、俺あの安楽死派だから大丈夫。最終的に絶対自分で死ぬから、大丈夫、心配しない。なんかそれもニュースになってたの、ね、なったよね、スイスに行ったらね、70万円だって。そうね、70万円でできる、俺は全然あっちだな。3ヶ月待ちらしいですよね、え、うん、いや待つ待つ、うん、まあでもね、本当にね、そうですよ ね、いいな、それもまた、うん、俺も山ちゃんは簡単に行かないでしょって。まあまあまあね、そういうもんだよね、なかなかね。確かに、お前は壮絶な死を遂げるよ。おー、見に来いよ、生中継するから。ね、やばいやつじゃないですかそれ。ね、いやいやいや、そのぐらいでしょ、最後の最後はね、自分で自分でチャンネル持ってんだから。やっと読んでもらえたって、どんなコメントして、そんなコメントしてるから読めないじゃないの、それ。いやいや、もちろん俺最後死ぬ時も有料だよ。無料じゃねえよ。誰に金残すつもりだよ。当たり前じゃないか。すげえ高い金払って。さあ、あと3分で死ぬけど見るっつって。見たい、それめちゃめちゃ入りますよ。ちょっとポイントあげるよね。めちゃめちゃ入るね、いいね、それ、うん、先にポイントで線香とかこう差し入れできるようにしといてもらって、墓石とかのポイントも。ただじゃ死なない男っすね。そりゃそうだね。おい、気がついたら延長してるじゃないか。本当ですよ。本当だ本当だ。今日の一枚見てみましょう。はい、こちらです。いいね、寺さんいいっすね。来てくれたね、今日もね、ありがとう。さあ、最後はね、今日は今週のニコメント動画を見ながらお別れなんですが、11月30日発売、ニコラス・エドワーズさんのニューアルバム Go East Go West からフリーズ、これを聴きながらのお別れでございます。ニコラちゃん、また明日夜7時、ここまでのお相手山田久志と、うんこちゃんこと加藤純一とセラミカルでした。ありがとう、ありがとうございました。池袋に来てくれた皆さんもありがとう。また見てね。また来てね。Bye.
春だらけの僕には少し眩しすぎたんだ。夜が待ち遠しくて秘密にしてたと思う。